本日はこちら、ファミリーマートとゴディバズとコラボチョコフラチョコレートシトロメニークラッチクリーム、いちご商品多めの5品を食べていきたいと思います。いちご多いですね。でゴディバ、なんかファミマと同時にローソンでもコラボ商品やってるんですけど、なんか節操ないなって気がしますが、まあ美味しいものを届けてくれるならいいか。それではまずは新潟のストロベリーソースのホイップサンドから食べていきたいと思います。果たしてどんなサンドイッチなのか気になります。ではいただきます。ごちそうさまでした。まず最初に食べたいちごソースさんのホイップサンドですけど、ジャムではなくソースなので、どちらかというとトロッとしたいちごの口どけになっていましたね。いちごの口どけになっていました。いちごの味わいの広がり方になっていました。なのでジャムに比べるとあっさりしていて食べやすいので、ジャムのベタっとした食感はちょっとなというあなたにもおすすめです。で次に食べたのはこちらの八天堂コラボカフェオレクリームパン。八天堂コラボは本当にハズレがないんですけど、今回のカフェオレも少しほろ苦くて大人向けの味わいになっていて、甘いクリームパンとはまた違った美味しさを感じさせてくれて嬉しかったです。次は夏にしか近づいてくるので、何や、また美味しい果物の味を足してほしいですね。何味か言えて困りそうですけど。で次はこちらのクレープイチシフォンケーキいちごホイップなんですけど、いちごはホイップではなく生地の方だったのでしょうかっていうような色をしていました。結構ピンク色に染まっていて、こちらの中で甘酸っぱさがありましたね。一方でホイップクリームはそこまで強く感じなかったし、チョコレートらしき苦味とかあるいはあのようなものもあったんですが、これはどうなのかな、思ってたのとは違いました、ね。で次ちょっと見せる前に袋開けてしまって申し訳ないんですけど、あんこと黒蜜のエクレア、黒蜜が入っているので甘さがさっぱりしているホイップとカスタード、さらに粒あんも入っているので洋菓子のイメージが強いエクレアに和の息を吹き込んだような味わいになって、さっぱりとした甘さで美味しく食べられたので、あなたが和の味が好きなのであれば食べてほしいです。で最後に、あ、食べたというか飲んだであるゴディバ監修ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ。ストロベリーフラッペなのですが、あまりいちごの甘酸っぱさは感じなかったかな。だで時々噛んだ瞬間にじわっと広がっているので、そこまで前面に出てくる感じではなかった。まあ商品名がホワイトチョコレートが先に言ってもやっぱりホワイトチョコレートが優先なのかな。ミルク感があって甘みが強く、ところどころでパリパリという音も出してくれて美味しい。やっぱりチョコレートはゴディバですね。口の中はまろやかで今も甘さが残って心まで届けそう。というわけで今回は最後に飲んだゴディバコラボホワイトチョコレートフラッペがまろやかな甘さと、まあ、時々ですけど感じるイチゴの酸味がじゅわっと広がってくるバランスの良さがあって、とても美味しかったので代表として5点とさせていただきます。ご視聴、本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分終了。